のぶさん2000円、くにまるさん1600円でおにぎり太郎ですか。いや、その代弁いらないから。俺が代わりにじゃないんだよ。その優しさいらないから。で、おにぎり太郎さん出ましたかね。どうでしょうか。代弁いらないからね。もう、握りません。こうやりながら握りません。熱そうなんだよな、あれ。よろしくお願いします、ね。じゃあ続いてのコメント、ピクルスさん3200円、この前の配信見れなかったわ、なんで呼んでくれなかったの、久々に配信中に脱いだんでしょ、見たかったわ。ところで畑にあるホールクレップサイレージですよね。あの、誰のことも呼んだことはない。みんな勝手に来るんだから。で、脱いでない。どこのガセネタ信じてんの。何ですかこれ。なんか田舎の畑で見たことあるけど。この近くに牛いるだろう。違いますから。こんな白くないから。続いてのコメント、もちもちマンさん3200円、一緒に見てる妹からの質問です。間違えてたらすみません。節分で売れ残って成長した豆ですか。一回も成長しない人間です。2月の終わりに投げないでください。違いますんでね。豆は喋らないって妹さんに言ってあげてください。豆が喋ることはないよって。優しく教えてあげてください。続いてのコメント、ワンパック娘さん2000円、まだ舌治ってないやん、病院行ったん、病院でと言っとく、仕事中だからまた後でね、なんか忙しそうだね。なんか世話しないね。病院行く行く、じゃあまた後でみたいな。なんか動きが早いね。病院は明日行く。定期診察だから。でも病院の先生もなんでだろうねって言うんだよ。だから怖いんだよ。もう本当に一緒に行ってほしいわ。タラズサリーさん3200円、ああ私が本州を駆け回ってる間に浮気三昧だって、舌抜くぞ、すいません、あなたのことを考えてませんでした。あなたが恋人だと思ったことありません。誰ですかあなた。もう記憶の中にいませんでした。で、舌は抜いてほしい。助けて。続いてのコメント、ランマルさん8000円、矢野さんお久しぶりです、お元気ですか。わらぎり抜刀斎さんですか。最初に矢野さんって言ってるやん。違う。限りなく似てはいるけど。何をする人なのこれ。なんで最初矢野さんって言えてたんだろうな。木更津サリーさん3200円、私は宇治原さんのファンです、聞いてません。聞いておりません。でもありがとうな。宇治原さんのファンなのにもう6000円も。あざす。木更津サリーさん3200円、また来ます、バイバイ、まだいてくんない。もうちょっとだけでいいから。なんか寂しいやん。俺が君のことをちょっとディスって終わったじゃん。そんな寂しいじゃん。トリンゴさん3200円、矢野さんの舌が良くなりますように、あ、ジュビロ磐田の新社長ですか。サッカーの偉い人ではありません。ただ似てますね。これは似てますね。ほぼ僕ですね。この笑顔込みで。思ってる以上に似てたわ。でも違います。じゃあ KSN さん2000円、大げさな外国人と検索し最初に出てくる人ですか。違います。僕何も嬉しくありません。今しんどいです。嬉しいよって言いたいわ俺も。早く舌直して。何なんだよ本当にこれ。勘弁してくれよ。小結び大吉さん2000円、心配してなくてすみません、心配しろや。
心配してないんかい。言わなきゃバレなかったのに。でもしかして絶対ですか、これは絶対似てる、しただけにブハハ、本当に心配してないじゃん。ただのベロじゃねえか。これの倍はあるよ今俺ベロ。これ正常だわ。もうこれの3倍ぐらいあるわ。どうせええんだよこれ。心配してくれよ。美女犬さん2000円、大変な時に間違ってたらごめんね、懐かしの空き缶大図鑑の作者ですよね。もっと謝って。こんな歯ガチャってないわ。歯に寄んなよ。やめてくれよ。もう顔が分かんねえじゃないかこれ。本当大変な時なんだから会ってる人送ってよ。こんな嬉しそうにウイスキー飲まないよ俺。頼むわ本当にね。オウムさん2000円、そうそう検視用に勝てそうですか。カビゴンさん、まず戦うことがありません。作品が違うんで。カビゴン対ケンシロウとかないだろう。どの同人誌だよ。可愛いけど。可愛いけども。こんな可愛いあくびしないか俺。じゃあキサーズサリーさん3200円、私は今矢野さんのファンのサリナと戦ってます。昨日サリナが宇治原さんのところへ来ていたか、すみません、サリナって誰ですか。俺のファンなのに俺知らないんだけど。どなた。サリナなんて名前人見たこともないよ。それ本当に俺のファンなの。誰かが全く分かんないけど。ほんでまだいてくれたんだね。優しいやん。プープーさん2000円、のしゆうぞうさんお大事に。違います。今日なんか似てんの多いな。今日みんな本気だな。これもうほぼ俺やんか。俺のイラスト描いてって言われて描いた時じゃん。やめてよ。何の作品なのこれ。続いてのコメント、豚丸子さん戦隊バツ、渡辺恵里さんサワディーカー、まず僕日本人です。だからサワディーカーやめてね。僕男です。どこが似てんの。個性派女優じゃないから俺。似てた瞬間一個もないよこれ。よくどんな間違い。続いてのコメント、キサーズサリーさん3200円、あ小林、名字言われても分かりません。小林サリナ知りません。誰ですか。本当に俺のファンなのそれ。小林サリナなんか聞いたことある。マジでない。誰も聞いたことない人もファンじゃないよそれ。誰なんだろうな。続いてのコメント、虎の穴さん2000円、 A 六助の喋り方を真似てるところ失礼します。真似してるつもりがありません。勝手にこうなるんです。伝説の落語家ではありません。で、なんて安志信康さんですよね。誰。ほんで今日似てんなみんな。急に似てんの送ってこないでよ。全然違いますって言いたいんだから。みんなそれなりに似てんのよ。今日どうしたのよ。続いてのコメント、パトロールさん3200円で喋れ。俺も一生懸命喋るから。君も喋ってくれ。お金がもったいないから。
じゃあ月影 TG さん3200円、顔が濡れて力が出ないところ失礼します、僕アンパンマンではありません。で間違えてたらすみません、かつて新日本プロレスや全日本プロレスで活躍された黒い呪術師ですか、アブドラザブッチャーではありません。頭に傷ありません。すぐ血出ません。傷がもうありすぎて頭ちょっとこすっただけで血出るんだから。続いてのコメント、ダダさん2000円、松井隆弘さんですよね、マツコデラックスさんではありません。マツコ前ではありません。マツコ前でもマツコ後でもありません。名字はまず矢野です。続いてのコメント、パトロールさん3200円で笑ってる場合じゃないよ。大変なんだよこっちは。てんてこまいなんだから。続いてのコメント、YK さん2000円、間違ってた明日引っこ抜くぞ、ラッセルキムですよね、違うからもう引っこ抜いてくれ。もうこんな下いらないから。うん、違うから引っこ抜いて、もうカールおじさん出てないから。頼むわ本当に。行きましょう。じゃあ続いてのコメント、豚丸子さん戦隊バーツ、ひよこ豆ちゃんまたね、これ人間ちゃんです。僕でカレー作らないでください。僕インドカレーの中に入ってないんで。バターチキンカレーとかに入れないでください。ことこと煮込まないでください。センタイバーツ分ね今。続いてのコメント、 KSN さん2000円、面白デブと画像検索し最初に出てくる方ですか、うん、違います。面白いね。これは面白の称号をあげていいわ。ちゃんと面白デブだったわ。うん、びっくりしたわ。服込みでおもろいわ。服どういうシステムこれ。続いてのコメント、笹さん2000円、2800回おめでとうございます、280回です。前人未到の記録挑んでません。で間違ってたらすいません、カタランスボーダーニット、カットレインコットンニットですか、まあ、着てる服はそうだけど。顔メインでやってるから。衣装はそうだけど。この服が俺自体ではないから。服を一つとしないで。服は飾りだから。ちょうど太さも一緒やん。新しいの欲しかったんだよこれ。ちょっといきましょう。じゃ続いてのコメント、トラナナさん2000円、先週の星田幸子先生の料理コーナーを一気見しているところ申し訳ありません、一回も見てません。どこに星田先生いました。で呼び出しの浩平さんですよね、うーん似てるけど。今日似てんの多いな。ほぼセンス持った俺やん。センス持った俺の横バージョンやん。僕一回も誰のことも呼び出したことないんで。呼び出せないんでね。続いてのコメント、パトロールさん8000円で矢野とだけ書かれても分かりません。何かを教えてください。もうお手上げです。何のパトロールですかこれ。お金投げるパトロールなんかないから。行きましょう。じゃあ続いてのコメント、コロコロどんぐりさん2000円、間違えたらすみません、インドのオーガニックコットンのたくさんの優しさと愛情を注ぎ、これでもよかったばかりの満面の笑みを浮かべる男ですが、ギリギリ言えてない。違います。普通に違いました。なんか勝手に似てると思ってました。全く似てませんでした。びっくりしました。
じゃあ続いてのコメント、パトロールさん3200円、どんぐりガム誕生日おめでとう、どんだけいいやつなんだよ。これ金は俺に入ってるから。俺の代わりにありがとうな。で俺が金をもらうっていうね。どういう仕組みなんだよ。どういう金の流れなんだよ。ということでいきましょう。じゃあ続いてのコメント、のぶさん2000円、肉爆弾うまいさん1000円で男梅さんですか、だから代弁しなくていいから。どんだけいいやつなんだよ君も。行きましょう。しかも違うし。代弁して違うし。代弁して違ったらよよよ。こんな真っ赤じゃありません。じゃあ続いてのコメント、ウッドリンゴさん3200円、この線潰しておきたいです。フィーバーノバさんではありませんよね。潰してください。サッカーボールではありません。FIFA 公式球ではありません。いかも僕ドリブルされてないんで。僕に土がついてたら言ってください。ということでいきましょう。じゃあ続いてのコメント、ピクルスさん3200円、間違えてた川伸ばせ、鋼の錬金術師の実写版グラトニーですよね。似てるけど伸ばしません。これはすごいね。今日はみんなすごいね。飛ばしてくるね。満面の笑みで。いきましょう。じゃあ続いてのコメント、パトロールさん3200円、暇だな、金持ちすぎる。金持ちすぎるって。キャバクラとかでも平気で何十万とか払うタイプでしょ。すごすぎるって。何のパトロールなのこれ。何を監視されてんのこれ。続いてのコメント、プープーさん2000円、タギヤスシさんですか。似てました。ただ髪がちょっと長いです。髪をもうちょっとタギさん側が短くすれば完璧です。あとはタギ次第です。そうすれば似てます。虎の穴さん2000円、おいゴリライモ、ゴリライモやめて。前も言ったよね。で今日も接近スリッパみたいな通過面で安心したよ。鬼平犯科長埋蔵金占領の下女役で出演してましたよね。接近スリッパって何ですか。何ですか接近スリッパって。違います。捉えてますね。今日はなんかかけ離れてるのがあんまないですね。みんなこの企画を本当にちゃんとやってますね。ちゃんとやんないと思ってたから勝手に。こんなちゃんとやってくれるとは。でこの胸ぐら掴んでる人の画像はいらないです別に。続いてのコメント、パトロールさん3200円、暇だから寝るよ、大丈夫、あと6分いてくんない。あと6分見回りしてくんない。頼むわ。ということでいきましょう。じゃあ続いてのコメント、パトロールさん8000円、しょうがねえな、本物が現れた。本当にすげえやつだったわ。こんな状態の上に何万も投げてくれてんだから。普通じゃないよ。毎回来てくれ。見回るところたくさんあるから。頼むから毎回来てくれ。毎回見回りしてくれ。ということでいきましょう。じゃあ続いてのコメント、パトロールさん3200円、トムさん会社経営してますよな。いや俺は知りません。今初めて知りました。なんだ今日初対面ですよね。頼もしい人が現れましたね。大ピンチの時に。お願いしますね。社長。社長には媚びを売るんで。
まあ、あなたのことは知らないですけどね。なって言われても。続いてのコメント、パトロールさん8000円。俺も初めて来たよ。慣れ慣れしかったな。すまぬ。二度と来ないよ。ない、全然慣れ慣れしくないよ。ちょうどいい距離感よ。毎回来てね。めっちゃちょうどいい距離感だから。滑舌が悪くてごめんな。とりあえず毎回いてくれ。俺の滑舌が悪い間は毎回いてくれ。頼むわ本当に。生活がかかってるから。写真刺さってて草、これ地毛ですね、はい。顔出ししてください。ギャン出ししてますね、はい。北の偉い人ですか？日本の偉くないフリーターですね。